アレクサンドラ・ベンジャミン・クロスニーは、アメリカ合衆国の女優である。ABC のシットコム、ラストマンスタンディングの第一シーズンで、クリスティン・バックスター役を務めたことで知られる。2000年代には、テレビ映画、私の日記は、ベストセラー、シュレイダーマン・リュールズ、ザ・ラスト・デイ・オブ・サマーに出演。また、ER 緊急救命室、NCIS ・ネイビー犯罪捜査班。 ボーンズ、ナンバーズ天才数学者の事件ファイル、コーリーホワイトハウスで超大変、ロスト、ニキータ、ニキータなどのテレビドラマシリーズにもゲスト出演した。2010年代にはアニメシリーズ、超ロボット生命体トランスフォーマープライムで声優を務めた。2011年から2012年までは ABC のシットコム、ラストマンスタンディングでティム・アレンと共演していたが、 2012年6月11日に彼女の番組降板が発表。第2シーズンからの公認はアマンダ・フラーとなった。ありがとうございます。